おい、せーの、皆さんこんばんは。こんばんは。ジャイスのアフタートークです。アルビレックス新潟 G2 優勝おめでとうございます。先週に引き続きおめでとう、ま、2連発。おめでとう2連発。こんなのができるとは思いませんでしたね。あのですね、はい、先週はここに、うん、J1 昇格っていう文字がありましたけれども、はい、今日はこの G2 優勝おめでとうという風船がありまして、こちらにくす玉がございます。大丈夫、改良されたんでしょうね。こちらのスタッフが前回なかなか、はい、改良してくださいまして。じゃあ行きますよ。行きましょうか。3、2、1。ほら出てこねえじゃねえか。どうなってんだよ。また手で出すパターン。はい、おめでとう。何にもくす玉の意味ねえじゃん。はい、おめでとうございます。すごい。あ、しかも見て、 V おめでとう、優勝おめでとうございますって書いてあります。野沢さん、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、おめでとうございます。いやー、すごい。昨日決まったわけですけれども、野沢さん的にはこうなんか実感というか、実感もうなんかあのジップクラブとしてなんかあるんですか？実感別にないですよ、実感なんて。どういう感じで選手たちはその優勝を知るのかっていうか、こうどうですかね、選手の心境としては。ベルディで決まったわけではない。まあまあ、どういう感じなのかな。結果を見てね、まあそのタイミングではまあ相手の結果次第でしたけど、はい、よっしゃーと思ってんじゃないですか。まあ、これ1年の結果ですから、うん、別に。そうですね、うん、ここまでこうしっかりとシーズン通して勝ち点積み重ねてきたからこそ掴み取った優勝。優勝ってすごいですよね、うん、22チームのなんか取材してて思うのが、 J2 ってまた面白いこと言うぞ。ホケアが J2 って本当になんかこう個人技だけじゃなくって、いろんな戦術駆使していろんな選手使って泥臭く戦ってくるじゃないですか、うん、だからそのチームの頂点に立つって簡単なことじゃないと思うんですけど。そりゃそうですよ。なんかちょっと腰がねすごい、もうたくさん祝福コメントいただいてます。ちょっと読みますね、はい、中川小栗さん、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ、うん、選手はもちろん達也コーチや営業部で奮闘された野沢さんといったチーム関係者の方々にもシャーレ掲げてほしいです。10月23日今シーズン終わる寂しさといろんな込み上げる思いで試合前練習時点で感極まってそうですっていうコメント来てます。いやー、そうですね、こんな形で最終節を迎えるとは、まあ、思いませんでしたけれども、ね、どういう雰囲気になるんでしょうね、最終節ね。もうあれですね、チケットも完売してるし、ね、負けても何も変わらない、はい、ダメ勝って別に負けようって言ってるわけじゃないんだよ、はい、勝ちたい。だから難しい試合になるねっていうことを言いたいんですよ。そうですよね、確かに。でもチケットももう完売して、すごい人数来るって また聞いてますけど、はい、だからその人たちを、うん、喜ばせる試合ができるかどうか、この、うん、まあ、いわば負けても優勝が決まっているこの状況で、どうやって自分たちにプレッシャーをかけて緊張感ある試合をするかできるかっていうのがこの試合のポイントですか。なんかの私、東京ヴェルディで選手の皆さん取材させていただいたんですけど、はい、まあ、1対0で負けて、伊藤亮太郎選手がものすごい悔しそうな顔して入ってきて、いや、もうただ悔しい、それだけですというふうな話していて、でも僕たちは J2 に上がるのはただの通過点でしかない、 J1 でタイトルを取れるチームにならなければいけないし、新潟はそうあるべきだと思うっていうのを聞いて、あ、もうすでにこう先を見てるんだなっていうのを感じました。そうですね、素晴らしいですよね、うん、メンタリティ、まあ、勝って、ね、優勝決めたかったと思ってるんで、めちゃくちゃ悔しかったでしょうね、うん、しかもあんだけのサポーターが、そう
ね、ベルディの8000人すごかったですね、久しぶりに、なんか迫力、その応援の迫力がものすごくて、本当にホームなんじゃないかって思うくらいの声の声量と迫力で、やれは選手の皆さんも嬉しかったんじゃないかなと思いますが、皆さん、アイネクライネクライがちょうどいいさん、初めてですかね、ありがとうございます。初めてかも。ヤンツー様様、ツエーゲン金沢様様というコメントもあります。本当っすよね。すごいな、金沢すごかったですよね、3対しかも退場、退場したしましたね。そしてやっぱ目の前でね、昇格を決めさせたくないとか、そういう意地もありますからね。あー、なるほど、東京ヴェルディからするとってことですか。あ、まあ、ヴェルディからしたら優勝見せたくないし、金沢からすると、あ、金沢からすると横浜やし、ね、あ、そっか、自分たちのスタジアムでそんなことはさせねえぞっていうね。まあ、ヴェルディ良かったですね、めちゃくちゃ、なんか攻守においてすごい。ヴェルディの試合、今までほとんど見たことはないけど、はい、え、ヴェルディの試合を今シーズンずっと見てきてるわけではないけれども、ベストゲームだったんじゃないかな、相当ね、って言ってもいいぐらいすごいいい試合だったと思います、ヴェルディにとっては。なんかボール奪われた後のこう素早さとかも、なんか本当にアルビ見てる感じがして、その辺やっぱ選手としてもヴェルディ強いなって思うものなんですか。いや、すごい強かったですよね、守備も良かったし、あともう、まあ、それだけじゃなくて本当にハードワークのところもあって、まあ、アルビも全然悪くなくて、すごいいい試合だった、うん、ただちょっとね、そのサッカーの、まあ、神様が味方しなかったっていうぐらいな感じだと思いますけど、まあ、それでいてやっぱあの内容で勝負を決めるのはやっぱりセットプレーなんだなっていうところが、なんか堀米選手もボールを持って攻め込むチームのなんかこう典型的な失点の仕方だったっていう風なことを言ってて、やっぱりあのセットプレーの1点は大きかったですね。そうですね、うん、このこういう試合がやっぱり J1 は増えてきますからね、この一つの失点が大きな命取りになってくるっていうところですよね。皆さんありがとうございます。でもすごいイエーイっていうコメントとか、もう今日絵文字がすごいですね、皆さんの絵文字にね、もう感情が乗ってるんですよ。あ、スパチュありがとうございます。無限美女からオケアさんのファンさん、こういう形での優勝が決まるときは選手全員でクラブハウスとかテレビで見る感じなんですか。いや、その、え、その次の日だっけ、え、どっちだっけ、日曜日ですね、日曜日、うん、いや、まあ日曜日だし、しかもナイターだったんで、あ、そうか、まあ、もしかしたら仲間内でこうね、見てる選手はいたかもしれないですけど、まあ、みんなでっていうことはないと思いますね、クラブハウスとかでないし。でも静かに優勝の瞬間を迎える人もいたわけですよね、きっと見ながらね。あ、決まった決まったっていう人も いたでしょうね。でもなんかそういう決まり方も、まあリーグ戦ならではというか、ね、そんな感じはしますが、久保智和さん、はい、北信越リーグ時代の1996年、97年、J2 の2003年、今回の4回目の優勝、本当に嬉しい、急に老舗が現れたね。久保さん、久保さん、そして小屋小屋さん、ありがとうございます。アジスタで小屋小屋さん多分声かけてくださったんですけれども、うん、沖谷さんインタビューしていただきありがとうございました。アルビスタジアムでもカットにならずに放映していただき、近くにいた沖谷さん素敵でした、ありがとうございます。アルビスタジアム。そう、ちゃんとカットせずに使ってくださね、くれた、ちょっとちょっとどうしたの、声かけてくださった皆さん本当にありがとうございましたなんですけれども、はい、ビッグゲスト高木豊さん、おめでとう新潟の皆さんと
コメント来てます。豊さんありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。改めて試合中継よりも吉明が抜かれてる方が長かったんじゃないですか。なんかすっごいサポーターの皆さんがなんか上向いてるなと思って、もっとアルベさんいるのは知ってたんですけど、うん、まあ、なんかすごい上向いてるなと思ってプッて上見たら高木義明さんもこうやってやってて、まあ選手全員行きましたからね。そうそうそう、やっぱ現地で、うん、そこでこう優勝してみんなでっていう、うん、感じでこう一連となっていったんですけどね、うん、まあ、残念でしたね、まあ、そこでは決まらずということでしたが、うん、いや嬉しいですね。豊さんにはずっとねこう配信見ていただいてたので一緒にお祝いできるのは非常に嬉しいです。皆さんなんかもう豊さんへのコメント欄になっちゃった優勝やっほーい。豊さん新潟のテレビの番組出てくるんですか。豊さん新潟の番組出ていただけますかね出ていただけたら嬉しいのですが、ぜひ昇格を一緒にお祝いしましょう普通にジョイスポとかでめっちゃ楽しそうすごい楽しそう。そうなんですよね、反町監督もいたらしいですよね。見た。そうですよね、本当になんかいろんな方いらっしゃってました、うん、なんかもうにぎわってて、そのプレイステキも人の数がすごかったですね。コメントがね追いつかない、どうしようどうしよう、うんうんうん、あ、サイレント優勝っていうコメントも来て、サイレント優勝まさにサイレント昇格、サイレント優勝横浜 FC もちょっと確かに、いや横浜 FC 一番大変ですよね。え、試合前に昇格決まってそこから戦うっていう。いやだからさ、もう絶対横浜 FC そうなると思ったんだよね。だって一番こう、はいはい、こう気合いめっちゃ入って、はいはい、だってよっしゃ昇格するぞって思った時、あれ決まっちゃったっていう。あ、そっか。ちょっとこうやっぱ時間差がね、ってなるよね。と、ああ。その時点でそうなるから、まあそうなるよね。でも選手たちって絶対そこで気を抜かないでおこうって絶対思うは思うじゃないですか。でもやっぱりちょっと心では、いや別にもう気抜いてもいいわけだから。え？だって勝負決まったんだ。まさか、そうですよね、うん。あと優勝争いっていうところで、まあ、そういう意味では優勝争いっていう意味では気は抜けないなと思うけど、やっぱね、一息ついてしまうからね。そういうのって出るんです。同日っていうのもちょっとあれでしたかね。だったら立ち上がりが良くなかったですからね。そしてですね、無限美女からオケアさんのファンさん、またスパチャありがとうございます。来年 J1 に上がりますが、目指すところは ACL 獲得と国内主要タイトル獲得がメインになりますかねと。もちろんです、ね、伊藤選手もよくね、そういう、うちはそういうクラブでなければいけないっていうことを言ってますけれども、まあ、甲府がね、J2 から ACL 本戦決めましたので、うちも取りに行きたいですねと。熱かったですね。え、甲府甲府すごかったですね。大変でしょうね、来年。うーん、スケジュール的に。でもなんかこう J2 でも世界で戦えるっていうなんかこう希望を、なんかこういろんなクラブ希望はありますよね、うん、本当に J2 からでも ACL、うん、AFC 出れるチームがこう出るっていうことは、うんうん、三平よかったね。大旗振ってるおじいちゃんもねすごい、ネットでね、うん、あのバズりましたけど、まあ、でも J1 で本当にタイトルを取る上位に行くには、まあ、なかなかラッキーじゃいけないですから、これはやっぱり営業が頑張ってお金を持ってこないと。いや野沢さん、ここから戦いですよね。ここから戦いなんですよ。もう忙しい、終わったって言ってらんないですよね。ここからもう本当にもう来期のね契約の更新が始まるんですけど、はい、もう最終戦とそういうのが一緒になって今も大変なことになってます。そうだ、最終戦ただでさえいろいろなお客さん来て忙しいのに、そうそう、もう今までに一番来賓が来るし、来期の契約も しなきゃいけないし、いや盛り上がりますよね。これはどういう意味で盛り上がりますよね。盛り上がるよ一言だもんね。盛り上がりま
盛り上がりますね、本当に。ここ最近のビッグスワンの熱気ってものすごい、やっぱりもう去年の最終節とかとはまた全然違った雰囲気に、ね、なるでしょうから、そこはね楽しみですけれども。あ、高木豊さんもちろん出ますよ。ありがとうございます。嬉しい。皆さん豊さんの出演に喜んでますね。ありがとうございます。すごい、なんか前の優勝の時って、うん、優勝の時2003年で誰の誰が私、うん、どこにいたか、うん、ピッチにいましたけど。そうですね、はい、あれ決まったっていうか、うん、終わった後って何やるんですか。終わった後はうち出てましたよね。え、うち出てましたよね。何出てた。うちの番組出て、あー出てたよね。そうだよ、試合後、試合直後、試合後はあのビールかけしました。あ、なんか本当はアウェーの福岡戦でなんか会場とか用意してなんかそういうのを やろうとしていたみたいなことは聞いたんだけど、最終戦までもつれ込んでなんかもうそんなことしてる場合じゃないというか、そんな準備ができなくて、で結局まあビールかけとかなかったんだけど、その改めてのなんか知らないけど、誰か多分マネージャーかなか誰かがビールを、缶ビールですけど買ってきてたのか買ったのか分かんない、買ってきてて、それでロッカールームでやるともうすごいことになる。絶対ロッカールームでやるなって言って、フリじゃなくてみんなで、フリじゃなくてみんなでシャワールーム入って、シャワールームの中で楽しそう。それって私たちとか入れないんですか。いや当たり前です、シャワールーム突っ裸でやってたから。そか、しかもめちゃくちゃ冷えてて、うわ、すげえ冷たいわけ。しかも季節的にも結構ちょっと寒い時期。そう、ただもう本当に身内というかね、選手だけでこうウェーってやったっていう思い出がございます。え、今年はどうなんだろう、さ決まって。どうなんですかね。でも昇格も決まってれば優勝も決まってるっていうところで最終節迎えるから、じゃあちょっと夢テラスでやりますか。え、ビールかけ？ビールかけ。え、場所を提供してくれたら。そういうこと。やりますよ。え、うちは多分大丈夫です。大丈夫です。ダメかな？ダメかな？ビールだらけ。すごい匂いになりますけど。確かに。見たことない光景になりそうだけど。よくね、野球だとね、やりますけどね、この人工芝とか。大丈夫なのかなとか思うんだけど。ピッチの上さすがにできないですからね。一言から。そのシャワールームの様子がモバイルで見られると、てんてんてんみたいな。まあ、今回ね。でもダメですよね、さすがに。でもあれだな。どうですかね、できるかな。俺個人的にビール買ってって、はい、持ってったらきっとやるな、選手で、ね。でも分かんない、そんなことしたらダメですよとかっていう選手出てくるか。いないね。いない。やりますかね。GoPro で NST がちょっとビール用意してくれ、ちょっと GoPro 持ってきます。ゲーム美術さんからもう一回聞きます、はい、23日は午前9時からエコスタにオレンジ色に染めて試合を見てからの最終節の観戦もありそうですもんね、というコメントが来ています。23日10月23日、エコスタ何があるんですか。午前9時からエコスタにオレンジ色に染めて試合を、え、BC、 え、 BC 終わったこと、何があるの。ロンドンへの語学研修でバレーボール日韓戦を見たことのあるオケヤさん。すごい詳しいですね。どういう情報でこのバレーロンドンの語学研修でバレーボール日韓戦を見たっていう。ロンドンの語学研修に行った時にロンドンオリンピックを見たんです。ロンドンオリンピック。で、今まではそこ、その
時に日本が銅メダル獲得した現地で、あ、そう、日本が銅メダル獲得した時のロンドンオリンピック でそれが今まで見た中で一番感動したものって書いてたんですけ ど、うん、これちょっとアルビの J1 昇格に立ち会えたことにちょっと変わりました、ね、変わりましたか、はい、高校野球なんだ、北信越の高校野球か、オレンジに染める、そこをオレンジに染めてからみんなでアルビの方に移動してこようってことか。それはそれでちょっと面白いかもしれない。これはあれですね、午前9時からだったから本当に長蛇の列になってしまったらちょっとエコスタに迷惑をかける。確かにそうだ、そうだった、シャトルバスもすごいことになる。だってあの上から撮った時のエコスタの周りの、ね、我々もこう何としてもちょっとこう、ね、前回みたいなこうお待たせというか長蛇の列にならないように、まあ、長蛇の列になると思いますけど、その開門前はなるべく 早いね吸い込みを心がけますから。新潟の高校敗退しています。悔しい結果で。北信越の試合がエコストであるっていうだけで新潟。新潟勢はちょっと中越とかよろしくなかった。ダメだった。ね、残念。あ、タッカさん、誰か監督にビールかけますかねって言ってますよ。ね。千葉さんあたりじゃないですか。千葉さんあたり。かけ合える人いるか。はい。お、TI さん。はい。スポニチさんのインタビューで、はい、秋葉さん、水戸リホーク監督、秋葉さんが OB のラインもあるので、はい、昇格を決めたときはみんなで喜んでいましたと言っていました。OB のラインなんてあるんですか？ありますよ。あるんですか？ありますよ。喜んでました？盛り上がりましたよ。え、そうなんですか？ほら。え、あ、すごい。これかな。すごい。昇格おめでとうございますっていうのがみんな。でもやっぱなんか皆さん今やそれぞれのすごいお立場があるから。言葉遣いとかもすごい。いいですか？いいの？いいの？このプレミアでしょ、だいぶ。だいぶ。いろいろ、例えば秋葉さんが、ね、6年間の積み重ねが実りましたね。素晴らしいパフォーマンスでした。昇格おめでとうございます。まあ、大体みんなこう昇格おめでとうございますとかっていうコメントが多いんですね。不快とか。すごいすごい。あと、片淵浩一郎。片淵監督。素晴らしいですね、おめでとうございます。鳴岡賞おめでとうございます、本当に嬉しいです。自分が在籍した時に降格させてるんで本当に嬉しいです。昇格おめでとうございます。来季 J1 での活躍を楽しみにしています。川原すごい、伊沢本間伊沢も入れてます。ありがとうございます。まあそうですよね、先輩方が関わっていただいた皆さんの力の積み重ねでここまで来れました。すごいレジェンドたちの会話だ。大人に なりましたね。大島、黒川、すごい、坪内、中島、ファラン、一世、中原、すごい、深沢、三田光、スクショしてくださいみたいなとかいろいろで、寺さんが皆さんありがとうございます、皆さんが気づいてきた、アルビのために頑張る選手、スタッフでハードワークします。いや、本当その通りですよね。矢野貴章ももちろん来てるし。本当だ。じゃ野沢さんこれ、昇格おめでとうございますって人事じゃないですか。野沢さんちょっとアルビレックス新潟営業部ですよ。そうだから野沢さんね、おめでとうございますってますよ。で誰も突っ込んでこないのよ、これに対して。野沢はおめでとうございますじゃないだろうっていう。クラブ側だろうっていう。ね、誰も突っ込まなかったっていう。飛んでこいよ。完全に流れてますねこれ。っていうアルビ OB ラインも本当に盛り上がって、非常に豪華な面々から盛り上がりました。すごい。プレミアですね、そのこのライン。このライングループ。うん、すごいな。個人的にはあの山口元弘さんとか。四班もそうだけど来ました、連絡来ました、おめでとうと、うん、信号とかね、それにはちゃんとありがとうございますと返すんですか、おめでとうございます。いやありがとう、そこはよかったねっつって、うん、広谷沢さんも、黒崎さんからも来たわけよ、そういう中国2連覇かかってるらしいですからね。すごい、皆さんすごい、メンバーすごすぎっていうコメント
してますけれども、ヒロ矢沢さんありがとうございます。オケオさんの中では会ったことになっているけど本当は会ったことがない私がなあれ、ヒロ矢沢さんどっかで会ってないか。23日はビッグサンへ応援に行かせていただきます。レジェンド T シャツに野沢さんのサインが欲しい。あ、オケオさんに今度サインだから。野沢さんでもサイン忙しいからね、最終戦は外にいたりちょっといなかったりですかね。まああのトークショーはあるんで12時付近はオレンジトラックの近くにいますから声かけてください。争奪戦ですね。忙しいから野沢さんのサイン争奪戦になりそう。今度野沢さんとオケアさんの体で焼肉行きましょう。なんでやはい、そうです ですね。アーニャ、アーニャさん、アーニャ、はい、アーニャありがとう。こんばんは。来年はスワン参戦しますね。浦和札幌より。まあ、ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱこういう他のねチームのサポーターからもね、ま、浦和とめちゃくちゃ見たい怖いな怖いな、浦和のサポーター来るのか、怖いな真っ赤にね、真っ赤対オレンジで、赤オレンジ、そうそう、もうぶつっけバチバチみたいな。怖いんですよ。やつがすごい。やつが、いやそれに対抗していきましょうね皆さん、はい。ありがとうございました。はい。そうですね。いやもう最後、はい、本当にね、うん、まあ集大成をいい形でねお見せできればいいですよね、チームとしても。次の警戒するプレイヤーは太田圭介、はい、ね、太田康介ですかね。正確なフリーキックでクロスとか脅威ですもんね。でももうここまで来るとね、太田康介間違いないな、うん、きっとね、こう気持ちの部分も大きいと思いますから、ここまで来るとね、気持ちの部分、これはもうしっかり締めていかないといけないですけど、うん、まあそこら辺をしっかりやっ、うん、だがために今年は、うん、まあ、連敗もないしこの結果を出せているという意味では松橋監督がしっかり調整してくれると思うので、うん、最後は勝って優秀の、まあ、3-0、ね、3-0でやっぱり勝ちますかね。私も3-0で、うん、最後やっぱりね今シーズンのアルミの強さを見せて、そうです、ね、勝ってほしいなと思うので3-0クリーンシュートで予想します。どんなヒーローがねまた誕生するのか楽しみですね。ということで皆さん今日もありがとうございました。最終戦、はい、勝ってねみんなで優秀の美を飾ってお祭り騒ぐできるように、うん、そうですね、今週1週間、はい、うん、いい行いをして過ごしましょう、うん、最後はね、皆さんも気を引き締めてね過ごしていきましょうね。今日1学期の最終日そうです、あの担任の先生のお話じゃないんでやっぱそ、いい日頃のいい行いをすることがやっぱサッカーに出るっていうのはもう間違いないので、じゃあもう気を引き締めて我々も応援していかなければいけないなというところですね、はい、はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。また来週最終節のね喜びを分かち合いましょうということで、さよなら。またね、ありがとうございました。ありがとうございました。